JR 阿蘇駅前の広場にあるウソップ像の誕生日、令和2年4月1日、市役所職員らが手作りのバースデーケーキをプレゼントして誕生日を祝いました。このウソップ像は、熊本地震で傷ついた阿蘇を元気づけようと、漫画ワンピースと熊本県が連携したワンピース熊本復興プロジェクトにより、昨年12月に設置されました。手作りのケーキを作ってまいりましたので、ウソップさんに贈呈をします。どうぞ。ホラ吹きのウソップは4月1日のエイプリルフールの日に生まれたことからウソップと名付けられたもので、この日阿蘇市役所の職員ら15人が駆けつけて、市役所職員が紙粘土で作った直径およそ25センチのバースデーケーキをプレゼント、ウソップの誕生日を祝いました。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアウソップさん、ハッピートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。もうそれはもううちに来たね、仲間っていうか、もう一番のエースが来てくださったので、それはもう誕生日、本当はですね、皆さんと盛大にあのお祝いしたかったんですけれども、こういった関係で集客ができませんでしたので、関係者だけの誕生日になってしまいました。しかし本当にもう彼が来てくれてからの貢献度といいますか、もうすでに10万人を超える方たちがですね、ここで来て、楽しんで写真を撮ってくださっています。